明日からまた一気に寒くなるようですけれども、そうするとね、こういうのも食べたくなりますよ。湯気がいいですよ。あんかけ焼きそばね、とろみがいいですよね。今日でもポイントなのはこれですよ、はい、やっぱり欠かせないのがきくらげ。このきくらげはなんと道内のちょっと意外な場所で作られていたって皆さんご存知でしょうか。今年国の重要文化財に指定された日華ウイスキー与一蒸留所。今日はこの歴史的建造物のある与一町が舞台です。まあ、与一といえば特産品がいろいろありますよね、リンゴなどの果物、ブドウから作られるワイン。しかしさらなる特産品が生まれたんです。それはキクラゲです。キクラゲも作ってたんです。はい、聞いたことないという声が聞こえてきそうですが、はい、町の商工会議所のホームページを覗いてみると、与一の特産品を紹介している中にはいありました。シャキプニュ食感が魅力の生キクラゲとあります。早速与一に行ってみました。まず訪ねたのは JR 与一駅に隣接する与一町観光物産センターエルラプラザ。与一のお土産ならお任せのお店なんですが、ではこちらになります。こちらが乾燥のキクラゲになります。はい、まずありました、乾燥タイプのキクラゲ。さらにこちらが生のキクラゲになります。生キクラゲですね。大変ご好評いただいておりまして、リピーターさんも多い人気の商品になっております。ところでこのキクラゲなんですけども、どちらで作ってるんですか。こちらは与一自動車学校の方で作っております。自動車学校、自動車学校で作っているとのこと。一体どういうことなんでしょうか。真相を探るべく与一自動車学校を訪ねました。おはようございます。おはようございます。こちらでキクラゲを育てていると聞いたんですが、本当なんでしょうか。本当です。見せていただけますか。はい、どうぞこちらの方です。はい、よろしくお願いします。はい、どこにあるんでしょうか。これは自動車学校のコースなんですけども。そうですよね、どう見ても自動車学校ですね。とてもキクラゲをやってるとは思えないと思うんですけども。そうです。はい、敷地内を歩いていくと、実はこのコンテナの中でキクラゲを栽培しております。あれですか。はい、あれコンテナ大きいですね。あの中で、はい、自動車学校の敷地内にドーンと置かれた大きなコンテナ2基。頑丈な扉を開けていただくと、おお、すごいですね。長い通路にびっしりニョキニョキヒラヒラしたものが顔を出しています。まさかここで。確かに近づいてみるとキクラゲですね。そうですね。いや、見事ですね。向いて見てみてください。いいんですか。はい、向くんですね。そのままポッと取る、はい、どうやってなってるのかよく分からない。本当スポッと取れました。あらららら、あ、立派ですね。大きいわ。柔らかい。はい、なんかこう本当に立派なビロードみたいな感じですね。それにしてもなぜ自動車学校で作っているんでしょうか。もうキョトンとしてます我々。少子化だとかですね、免許離れっていうのが叫ばれている昨今なんですけども、まあ、与一自動車学校も例外なくその影響を受けておりまして、高齢者講習というのも行っておりますので、まあ、ここがなくなってしまうと高齢者の方も不便さも出てきますので、何とか残したいということでですね、いろいろ模索した中でキクラゲに当たったということですね。存続の道を探す中、佐藤さんたちは国産の無農薬のキクラゲのコンテナ栽培を全国に広めている会社があることを知ったんです。で、実は今日本で流通しているキクラゲの9割以上は中国産です。またキクラゲは非常に栄養価が高くて、食物繊維、カルシウム、骨を丈夫にする働きのビタミン D などは食品中トップクラスなんですね。で、国産志向、健康志向の高まりの中、この会社とフランチャイズ契約を結び、今年の夏、日本キクラゲ与一ファームとして多角経営をスタートしたんです。で、インターネットによる温度、湿度、CO2 管理と
研修を積んできた専門スタッフによる適切な水やりや丁寧な手作業でキクラゲ栽培をしているんです。想像以上に大変な作業でですね、もう前生きているものですので、まあ、農業を携わっている人たちの苦労が身に染みて分かる感じでしたね。毎日成長しているのが分かるんですよね。なんかじゃあ育ててるって感じですか。そうですね、なんか最初よりもなんか母性が湧いてくる感じで可愛くなってきました。こうして今年の秋にデビューした商品がこちらなんです。大きさが7センチ以上、厚さ3ミリ以上のものは日本キクラゲのブランド名を名乗ってシールが貼られるんです。で、それより小さい、まあ、いわゆる規格外のキクラゲも美味しさは変わらないので、余市ファームキクラゲとして販売しているんです。商品はすでに人気で供給が追いつかないほどになってるんですよ。ところで自動車学校の受講生の方はどう思っていらっしゃるのかちょっと伺ってみました。作ってることご存知だったんですかね。ここの自動車学校でキクラゲを作っているって知ってましたか。はい、知ってます。ご存知なんだ。この学校を存続させるためなんですけど、どうですか。素敵だと思います。この場所大事だと思うんですよ。いいことですね。講習受けに行くにしてても近くだったら町外出たりしなきゃなくなったりするとやっぱり、はい、大変ですよね。そんな自動車学校の取り組みを応援しようと今町を挙げてキクラゲを盛り上げているんです。まずこちらは余市の老舗の日本料理店花生さんです。主に宴会料理などでキクラゲを使い始めました。やっぱり飲食店としてできることといえばこの余市で生産される食材とかそういったものをいかにこう調理するかっていうことぐらいしかできませんので、そういったことで微力ながら協力できるなら何でもしていこうかなとは思ってます。まずこちらはキクラゲの刺身です。刺身、はい、生で食べれるっていうのがやっぱり一番の魅力かなと思ってるんで、フレッシュな感じっていうのかな、こう優しいコリコリっていうのかな。続いてこちらはですね、キクラゲの天ぷらなんです。はい、180度ぐらいの温度で、そう揚げるのがやっぱりカリッと揚がって美味しくいただきます。カラリと揚がったキクラゲの天ぷらいただいてみました。なんといっても食感が楽しいです。厚みがあるから外側サクッとしてるんですけど中がぷにょっとしてまたすごくね、舌触りが中の部分が滑らかなんですよ。これも食感の醍醐味という感じです。そしてこちらはキクラゲあんかけの茶碗蒸しです。はい、キクラゲを入れたあんが茶碗蒸しにたっぷりと乗っています。とろりとした中にシャキシャキのキクラゲが絶妙なアクセントです。ね、このふわとろの卵とね、はい、お正月にねちょっと真似して作るのも、ね、いいかもしれません。でお二人にもぜひこのキクラゲを食べていただきたいと思いましてですね、はい、やっぱりシンプルにお刺身をちょっと用意しましたので食べてみてください。はい、ありがとうございます。お店では、ね、生で使っていらっしゃったんですが、はい、これちょっと熱湯を通して冷やしてもまたちょっとなんですかプリ感が増すということで、はいはい、これちょっと熱湯を通してあります。お刺身食べるの初めて。ちょっとわさびも添えられてるんです。わさびもつけても美味しいんですか。そうです、わさび醤油でぜひ食べてみてください。こんな食べ方初めてだ。いただきます。いい音が美味しいです。奥歯が大喜びしてますよ、これ。まず噛んだ時はこうコリッとした食感なんですけど、うん、噛み続けるとこうプニュッとした食感に変わってて、これ厚みがあるからこそですね。これは厚みがこう食べ応えがあっていいですよ。本当にキクラゲを食べてるぞっていうね。いや本当に、ね、絶妙な食感ですよね。美味しい。はい、
さて、キクラゲの料理まだまだご紹介しますが、その前にこの方も余市のキクラゲを応援していらっしゃいました。この方、はい、訪ねたのは余市町役場です。で、出迎えてくれたのは余市町のソーラン節くんですで、勇ましい足取りで案内してくれたんですが、はい、町長室ですね。こんにちは。こんにちは。今日はよろしくお願いいたします。お世話になります。余市町の斉藤圭介町長です。あの、町長もこの新しい特産品を応援していらっしゃるということで、インタビューに応じてくださいました。ありがとうございます。やはり余市町はですね、ワインもあるしウイスキーもある、素晴らしい水のとテロワールに恵まれた食の都ですので、まあ、そういう素晴らしい土地で生まれた新しい特産品のキクラゲ、非常に歓迎すべき事項だというふうに思っています。キクラゲはですね、やはりもう あまりメインを張れる食材ではないと思われがちなんですけれども、まあ、実はですね、健康に良い、まあ、低糖質ダイエット食品にもなると、まあ、スーパーフードの一つじゃないかなというふうに思っています。特におすすめの食べ方ってありますか？私が好きなのはですね、やはりもうスタンダードに卵とキクラゲを炒めるっていう食べ方が好きですね。はい、でもとても気さくにおすすめ料理も教えてくださいました。はい、ありがとうございました。そしてキクラゲ料理をいただけるお店をもう一軒ご紹介しましょう。知る人ぞ知る余市の人気店、ピッツァとパスタのジジヤババヤさんです。なかなかのお名前ですね。はい、で、オーナーの辻玲子さんの温かいお人柄も人気なんですが、辻さんは自動車学校で始めたキクラゲとの出会いをこう語ります。こんな時代ですから車の免許取る方もなんかいらっしゃらないって佐藤さんから聞いてて、あ、すごいなって、発想が、じゃあ応援したいなって思いましたね。持ってきていただいて食感がものすごく良かったんですよ。これだったら何にでも合うなと思って。こちらのお店は石窯で焼いたピザが大人気なんですが、このピザやパスタのすべてのメニューにお好みでプラス150円でキクラゲをトッピングできるようにしたんです。この焼いたキクラゲっていうのもね、なんかコリカリ感が増してとっても美味しいんです。チーズと一緒に食べたこともないですね、これ。はい、ぜひ。それから予約するといただけるのがキクラゲのナポリタン。はい、昔懐かしいナポリタンにキクラゲがたっぷり入ります。そうですね、はい、まったりしたパスタとハーモニーが、ね、とてもいいんですよね。さらに、はい、キクラゲ入りのピクルスになります。ああ、ピクルスですか。これは意外な感じですね。彩りの美しい自家製ピクルスにキクラゲが加わりました。いや、この冷やしてるのがまた美味しいですねいや、歯ごたえはもちろんですけども、すごくしっかり味が染み込んでますね。そうですね、噛んでいくごとにまたじわじわっと出てくる感じ。味わいがあります、はい。これはお酒にも合いそうな。合います、ワインに合います。ワインに合います。余市ワインに合います。そうです。余市の皆さんは非常に温かい方ばかりでですね、いろいろとお力添えだとかですね、皆さん方のご縁がありまして、まあ、大体販売の方も今のところは順調で、逆にちょっと供給量が今不足している状態で非常に皆さん方に迷惑をかけているんですけども、まあ、余市の一つの特産品になっていただければというふうに思って、それに向けて頑張ってやっていきたいと思っております。はい、ということで今佐藤さんがおっしゃったように人気でね、供給が追いつかないぐらいということで、今ちょっと手に入りづらいかもしれないんですが、実は先日すでに栽培数を増やしたそうで、はい、来年2月には安定供給になる予定だということでした。まあ、もともとはその苦肉の策で生まれたものではありますけど、本当にいいものが出来上がりましたね。これでまた町も元気になりますからね。いや、お刺身で食べるなんてのはちょっと本当におすすめしたいですね。そうですよね。もう本当に余市の皆さんの中、余市を思う愛情が詰まったキクラゲだなというふうに思いました。応援したいと思います。ごちそうさまでした。嬉しかったです。